こんにちは、えー、ひろきですご機嫌いかかがでししょうか私は元気にしておりますさてさてえー、オペラ演歌の作詞ですが、えー、作詞に少しずつ取り掛かろうということで前回はここだけは決まりみたいなところを作ったんですがここからはですねえー、っとえー、っとですね えーとですねここ123は秋冬春と来るんですよなのでその頭を入れていきたいと思います思います「秋が来た」次 冬は吹きはい。冬が吹きでもうこれであのあのなんていうか吹ぶく風が吹ぶく雪があのえわかるんでもう演歌を聴く人ははい春は咲き、はいこれでいいと思いますはい冬秋が来たはい次 えーとテテ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 あーここをここをこうしようかこうしようかで秋 冬ときて、春のところで懐かしい岬を入れると、はい。で、ここは、ここはもうこの文字で言れましょうさ。せっかくなんで曲名は入れちゃいましょう。はい、曲名は何回も歌いましょう。はい でサビの終わり方は全部ちょっとあの当て字でいきたいと思います。はい。じゃあ、そうですね。うーんと、ちょっと時間的に短いんで、まだ行きましょう。はい。ここ。あなたが去った。 ハイフンがなくなってるなああそうかいいのかできたからいいのか「秋が来たあなたが去った」ここ一応振り金に振っときましょうか「あなたが去った」「あなたが去った」なんて言いましょうか もみじ。もみじだと。いや、ご、ごじしか入れれないですからね。たーん。突然に。別れ。 ひーっていきましょうか、はい、そうかはそですね全然出会えない曲なんでね、これ。うん。はい。まあ今回このぐらいにしておきましょうか。はい。次は冬と春どうするか考えたいと思います。75とあるんでね、75とあるんでね、はい。そうですね。ちょっと考えたいと思います。まず全然、あなたが去ったは思いついたんで書いたんですけど、 はい、でそのままついでにお別れの日まで作れ,作れ,作れましたけど、はい、ここから先はちょっと次回の、えーま、アイデアがまだ出てこないんで、えーと、次回の配信で書きたいと思います。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。